こんにちは、東北キリタンと申します。今回は普段通らない道をお散歩。平日なのですが、朝の散歩が気持ちいいです。始業までのオアシスです。おや、赤いものが目に入りました。この葉っぱの形は過去の動画で見覚えがあります。これが何の実なのか、ちょっと予想がつきました。とりあえず調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ、なるほど、やはりこれはクコの実です。クコに関しては以前の動画でクコの葉ご飯を作りました。見てなかった人がいたらぜひ見てみてください。なので復習がてらおさらいします。クコはナスカヌス属。有名なのは杏仁豆腐の上にちょこんと赤い実が乗っているやつですね。葉が夏頃楽しめるのに対し、クコの実は秋冬頃に摘むことができます。クコの実は中国で3000年も前から健康食として人気でした。日本でも昭和40年頃は空前のクコの実丸大ブームになったそう。川沿いのクコの実の争奪戦が繰り広げられてたとの記述を見ました。やべえ。というわけで今回も少しばかり積んできちゃいました。でへへへ。赤くて綺麗です。さて何を作りましょうか。何にせよ綺麗にヘタを取り除いてあげます。地味に面倒です。調べてて簡単そうだったのは薬膳ヨーグルトでした。ヨーグルトとクコの実、健康ダブルパンチですね。作り方はお砂糖少し、さらに水を加えてレンチンしてふやふやにしてあげます。ほかほか、優しい色へと変身です。あとはヨーグルトを器に入れて、そい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 、はい、薬膳ヨーグルトの出来上がりです。簡単、色合い、よし。分量は、だいたいこんな感じでした。では、早速、いただきます。まずは、クコさんメインで。お、ちゃんと、果実っぽい甘さがあります。ナス科ということもあり、ナス、トマトのような味に近いです。トマトより少し甘みが強い感じです。実は、取った時に生でつまみ食いしてたのですが、その時は、ちょっと渋みがありました。でも、渋さが加熱、お砂糖、ヨーグルトで消失して、うまいです。ヨーグルトと合わせたのは、正解でした。ごちそうさまでした。終わりに、野草ブログの宣伝です。動画では伝えきれなかった、私の野草への好奇心を発散する場です。具体的には、採取ポイント、栄養素、他のおすすめレシピ、文化との関わりなど。今週の野草さんの内容も更新しているので、興味のある方は、少しだけでも見てくれると嬉しいです。ほんと、めちゃめちゃ嬉しいです。URL は、説明欄に載せておきますね。以上、宣伝タイムでした。また、今回も皆さんの野草キリタンツイートを紹介します。今週もツイートしてくださった方がいて、嬉しい気持ちになりました。みんなと楽しめるのが一番ですね。まずは堤防さんのツイート。この時期のヨモギは、大きくなったものが多いですが、普通に野菜として食べることができます。キク科なので、これからはすき焼きとか、ありかも。次はカートン箱さんの、
タンポポ。冬で緑が少なくなってきていますが、その分タンポポの綺麗な黄色が目立ちますね。まだまだ続きます。うまいさんのツイート。早通りを探しに行ったらなかったとのこと。楽しみ。でもその後ハスイモの茎をゲットしたそうです。琉球とも呼ばれ、沖縄ではチャンプルーにもされるそう。またうまいさんは動画投稿者で、食のついなキリタンのグルメなどグルメ系ドラマの人気動画をたくさん上げてる方です。私は食のついなが大好きで繰り返し見てますよ。そして最後はアキさんのツイート。金時村、初めて聞きました。石川県の加賀野菜として有名だそうで、色からもわかる通りアントシアニン豊富で健康にもいいそう。実は今度金沢旅行に行くので、その時食べてみます。楽しみ。というわけで来週もみんなの野草キリタンツイート待ってます。また見に行きますね。それと前回の動画でもたくさんのコメントやマイリス広告ありがとうございました。というわけで今回も広告してくださった方たちを紹介します。いつも嬉しいですよ、ふふふ。また何か面白いものを見つけたら皆さんに紹介しますね。待っててね。じゃあまたね。